もう第一声があくびから入ったよ、あやちゃんの。嘘でしょ？またまた。本当に本当に。パイロット、これは消耗戦だ。よし。プリセット。ライフルマン、アサシン、CQB、どれがいいの？まあ、とりあえずライフルマン。うわ、ちょっと。どんな感じだろう。ちょっと待った。あれ、早いんじゃね？これ、すごい打ちやすいね。何が？ハモンド。ハモンド。サブ、マーセナリーじゃん。サブ武器ってなんていうの？セカンド。セカンダリ？うん、セカンダリだ。うわぁ、ぬるぬるだ。でも私はマグナムが大好き。頑張れ、私の。これで角魔が手に入んじゃね？あ、いいねー。やる？よし、頑張ろう。上に登れない。このハンドガン使いづらい。何これ。スペースでタイタン、あ、タイタン乗ってる、乗ってる、うん、長押しなんだね。で、タイタンの、あ、これか。で、今乗ったの。あいが、ハッチ開ける音とか聞こえる？聞こえない。なんかね、あ、ダッシュ時はリロードできないんだけど、そのホバ、なんつうの、ホバリング、これホバ、あのさ、今さ、タイタン乗ってる？乗ってるよ。左下何のマーク出てる？点数の隣左下。なんかのマーク。CR。電気スモークと。ああ、それか。
乗ったのがわからない。何何なのもう。体によって乗られた時の音が違うんですが。あ、違うんですか。おお、なんか見に来てくれた人がアドバイスしてくれてる。なんか機体によって、うん、乗られた時のかんなんつうの鉄板の音が違うんだって。全然違うんだ。アイネ全然知らないんだよね。その今プライベートマッチでその教えてもらいながらやってるんですよ。何も教えられないんだって。だから私そういうの知らないもん。なんだと。え、本当に知らないよ。このフラグってさ、今乗ってたアトラスって機体は本当に音が分かりづらいことが多いです。ああ、今乗ってたアトラスって分かりづらいんだって。ああそうなんだ。うん、俺だからそのアナウンスでさ、その機体にうん、パイロットが検知とかっつってさ、そういうので分かるもんだと思ったら、みんな音で判断してるのね。なんかハッチを開ける音が聞こえるみたいなのだよね。うんうんうん、そういうことなんだ。くー、過去みたいな音だったり、オーガならカサコソ、うん、オーガだとカサコソってそのちょっとするのってカサコソ上に飛んじゃうんだね。そうだ、よくわかんない。上って何？ダブルジャンプすると G10 までやって適当な解説ですいません。打っちゃうけど G10 までやってるんだってこの人。何やってる？ G10 って多分ジェネレーション10だ。うん、10でしょ。すごいすごいなぁ、すごいなぁ。チャレンジがすごい難しい。チャレンジやらないときついの？これあ飛び、このさ、タイタンに乗りたいときどうすればいいの？ロデオその近くでジャンプすればいいんだと思うよね。普通の方そうですよねだからその近くでジャンプしてれば多分鳥の飛び乗れるよ、そのうち。そうなの？うん、踏まれたよさっき。うん、乗ってみ、ほら。うん、これ電気スモーク、これずっとかぶってると死んじゃう。あ、死んだ今。うん、だからさっきさ、なんか左のところに何があるって言ってたの。うんうんうん、あそこにそのタイタンのパークみたいなのがあるんだ。そうそうそう、だからあれこれレベル50になれば全部武器くれるので気にしなくていいよ。チャレンジやらなくてもレベル50になれば全武器取れるんだって。なので気にしなくていいよっていうアドバイスもらいました。え、どういうこと？あれ、腰打ちじゃできないんだこれ。そう、やられてるやん上にあ、殴られたんだ今。呼んでタイタンフォール、こうか。あ、いたいた。例えばこれでアイがこう、これ電気スモークだけどすごい受けるよね。G上げることで強くなるとかはないし、
むしろ G ついてて強そうだと思われ抜けられることも多いでござます。G 上げる、ジェネレーション上げることで、強くなるとはいかない とはないし、むしろ G ついてて強そうだと思われ思われて抜けられることも多いでございます。ございます。だって、まあその途中抜けはね、そのプレイヤーのそのなんつうのマナーというかあれなんで、これチェインガン脱出 E あれ。どうやって脱出するのこれ。今 やってたんだけど、いい連打してたんだけど、よくわかんない。だからマウスじゃないもんね。うん。もう結構走行がハゲちゃってるんだけど。うん、真っ黒じゃないですか。真っ黒黒じゃないですか。やめてよ、本当に弱いんだから。新兵に優しくないね、本当に。これは今ダメージコアオンライン、うん、下ダメージコアになったら、あれだね、この間はその何ダメージが倍になったりするの。そうだね。いい、これ脱出ってどうやってやるの。出た、できた、できた。でクロークが9だっけ。やだやだ、生き残って新兵は逃げたい。行っちゃった。音楽は小さい気がする。あのタイタンの。やった、たった、たったりした。マスターボリューム、これを上げればいいのか。撤退できた、撤退できた。難しいの。なんか操作が。本当すごいですね。俺が上げたんじゃないからね、この。あのレベルはするってすごいですね。やっぱり34になってますけど、実際は1か2しかやってないですから。やったのはこっちの相手の人、あげてくれた。シンペガリとか恐ろしい、恐ろしいですね。シンペガリ怖い。難しいな、操作がね、やっぱり慣れないね。この新兵割、ちょっと待って、ちょっと待って、オプションでタイタンの、まだキャンペーンが終わってない感じかな。あ、キャンペーン終わってない感じですね。キャンペーン何ミアイアイなんだっけ、ミリシア、どっちの IMC で最終一周回して、うん、IMC 終わって次ミリシアをやるところです、うん、そこは自分がその相手の配信を見てその見てただけなんで私が持ってなくて、うん、貸してた、タイタンを持ってなくて、で ID を借りてたけしさんのでゲームさせてもらってて、でそうです、
レベルを少したけしさんのところで練習しながら上げて、ゲームに参加するか。一応ミリシア側 IMC で終わったので、次ミリシア側ですね。私もこの間の昨日のセール、昨日までのセールで買ったので、たけしさんと一緒にやりたくて。いや、俺と一緒にやりたくて、俺がやりたくてじゃなかったかと。そうだね。ね、ちょっと待って、今キーをちょっと変える。タイタンのなんだっけ、そのさっき言ったなんだっけ、なんとかスモーク。あ、電気スモーク。電気スモークつけてない、うん、私。電気スモークのボタンって何？知らない。RB。RB。LB。戦闘アビリティ。戦闘アビリティ。あ、ありがとうございます。戦闘、あ、これか。これがコントロールになってるから、これを変えたい。あれなんだ、マウスの方なんだ。そうです、それです。パソコン版の方なんだ。これを、パー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 、どうなんだ、これでいいかな。うん、これでいいか。ちょっとこれでやってみよう。コントロールキーってちょっと押せない。コントロールキー。うん、いいよ。え、これは何？プライベートロビー。違うよ、キャンペーンだよ。あ、パーティー組めたのこれ。うん、今パーティー組めたの。あ、オッケー、いいよ。青木さん、青木さんに電話して。うん、これは日本サバかな、うん、これはどこサーバー？東に、東、北米？北米です。北米サーバーですって。北米サーバーは結構マッチングしやすいですね。おお、早い。っていうことは、日本人で例えば買ってても、どん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 マッチングしやすい、その北米だったり東海岸のサーバー行っちゃうよね。こんなんだったらね。そうだよね。このタグみたいのついてるのは、これは G2、G5 っていうのが2周目っていう人か。G5 っていうのが5周目の人か。ビッシュだ。ビッシュだ。そうです。なるほど。ビッシュだ。そのプレステージしても、特にはそのカスタムが増えるとか、そういうカスタムのスロットが増えるとかはないの？これは。ない、なかったの？これは。わかんないんだけどな。まあ、50になれば全武器解除って言ってたから。そこはいいね、まだね。50まで頑張れば変わらないわけだ。シャークヘア。マップがわからないぞ、これ。むしろレベル1に戻ってしまうので、 G 上げは辛いこともたくさんある。あ、プレステージするって勝手に上がっちゃうのかな。勝手にレベル1になっちゃうのかな、うん、じゃなくてかんないよ。プレステージしますかっていうあれでしょ、多分ね。そう、うん、しますかだよ多分、うん、2位ですよ。2位ですよね。ああ、やっぱりそうなんですね。すいません、箱とパソコンで違うのかな。どうなんだろうね。俺箱自体、Xbox 自体のやったことないからわかんないんだけど、もう PC 版でもね、今初めてやるような感じだから。初見だよね、ほぼ。うん。そのジャンプした時の2段目のジャンプが真上に上がってしまうのがちょっと。うん、慣れないね、これが。
なんて言ったの今。二段目のジャンプが斜めに飛んでるつもりがその上に上がっちゃうんだよね。あ、全くそんなの考えたこともない。そう、そっか、うん、基本的に こっちはほら斜めにそのジャンプしてるつもりなんだけど。そうだ、そうなんだね、うん、じゃあ頑張る、頑張ります。足引っ張らないように、うん、本当にこれはすごい嫌だ。今使ってた武器使いやすかったな。なんかわかんないけど、バンカードのスロットやった、うん、やってないよ。バンカードなんかサチェルになってる。サチェルになってる。あったでしょ。サチェルになってる。ロードアウトの変更。ロードアウトの変更。そう。Y ボタン。え、エスケープボタンになってるよこれ。バンカード？バンカードは B だね。なるほど。やっぱりボタンのが大変だね。無理だわ。本当に。どっちにしろ燃料は必要。ここで死にたくなければね。あなたにかかってれば。手前の鉄塔中が C か。味方は何これ。透けちゃうんだ。エロいね。しゃあ。これ制圧？制圧。じゃあチャーリーズ。どこ行くの？ B、アルファ向かってんね、みんな。そうだね、アルファだよ。よくわかんないけど、頑張れ。俺もアルファ行くよ。一つ曲がり角、一つ。やっほー。ナイス。一人いるっぽいな。オッケーだね。いやービ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 ーフィー。敵と合わないっていうね。アルファ来るんじゃね、もう。来てる、うん、よし、アルファに接近中だ。敵の存在に目を配れ。燃料システムをリルートする。接続が切断された。ターミナルにもっと近づくんだ。いやー、この人カード再生使ってた。まだいる。じゃあチャーリーを確保する。 C あー B、 うーん、味方が、うーんと、あ、この近くにいないとダメなんだ。チャーリー来そうだな。やべ、ナイス。オンブー。 B いいよ。 B は一人で頑張るから。オッケー。アルファだ、多分ダメだな。ダメっぽい、うん、こっち湧いちゃったから。あー、これが取った。うん、 B 取れます。ありがとう。B いけそうだね。チャーリーかな、そうすると。え、今どこにいる。じゃあ C 行こうか。一緒に行く。うん、乗っけて。うん、やられた。後ろにいた。オートタイタンか。オートタイタン、オッケーでーす。C 行くならタイタンで拠点踏めるからおすすめよ。乗ったよ。 C 行くならタイタンで拠点踏めるからおすすめって。そうだね。
シーンにね、一人いるんだよ。シーンに一人いるよ。個人的には AB がおすすめだけど。後ろいた。ナイス。あ、A ボタン。頑張れ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 。いい頑張れ頑張れ。なんか音ちっちゃいんだよね、ゲームを。なんでだろう。あれ乗れなかった今。あいちゃんか。うん。誰かがシーフォンでくれてる。強いですね。本当強い、ね。このうちのチームすごい強い。すごいな。強いね、ここね。やっぱたけしがいるだけで違うかな。全然何もやってないですよ。確かに確かに。どうやって上がんだ。あ、2段ジャンプできんだ。そういえばマリオ、昔、今のマリオみたいだよね。昔のマリオみたいでさ、うん、2段ジャンプ、壁飛びができるみたいな。壁伝いで二段ジャンプができるみたいな。ビビ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 。B？ うん、A でした。まったく。IMC には勝利したけど油断しないで。逃げられる前に残党を始末するのよ。味方のタイタンに肩車できるってのいいね。ね、すごい仲間の連携を感じるよね。そう、感じるね。ダメでした。艦隊はあと一月は航行できる。ひどいありさまだったわ。戦略は失敗よ。なんかさ、前みたいにもっと。それでもなんとかするのよ。選択肢がないわ。IMC のドロップシップが到着したわ。絶対逃がさないで。その、うん、頑張れ。すごいクリアリング欠かさず。
上がれない。なんかさ、音がちっちゃいのはどうしたらいいんだろう。わからない。風が強いな。アンロック。何だこれ。バンカードって使うの忘れちゃうの。どうやって使うの、バンカードって。いつ使えんの。え、死んだらリスポーンするときに使う。うん。何使えばいいの。こういっぱい持ってっけど。呼びサチェルとか。呼びサチェル。C4 を無限で持てるっていうか、まあ自動的に個数を回復するみたいな。CAR スムグって武器も扱いやすそうな気もしますね。スムグっていう、違う SM 時代 CAR っていうのがなんか扱いやすいって。ああ、 SMG ね。うん、おしゃれだよね、柄もね、すごいおしゃれだと思いました。 SMG、これどこで買えるの。ロードアウト、パイロットのロードアウト。その10周目の人もね、あのスカイプに入ってきてもらってこれかいいかわかんない。アタッチメントはなし、アタッチメントなし、企画品。この多分サイドアームが合わないな。多分オートピストルっていうのはこれスマートなんとか。ジャイアントガンキットってレベル36からでしたっけ。オートピストルは多分あのあれだよね、フルオート。ラン&ガンキットってレベル36からでしたっけって今コメントくれた。そうです、36です。うん、何ラン&ガンキットって。ピストルや SMG のような消火器を。何それ、使ったことない。梱包爆弾。何消火器って。第一弾キットかな。第一弾キットかな。それつけると走り打ちができるんで、かなり強い。走り打ちができるんだって。ダッシュ打ちっていうことなのかな。へえ、勉強になるな。リロードは？リロードもダッシュでできるのかね。わかんない。戻る？あ、マッチングされてる。じゃあ CAR っていうやつ使ってみようかな。おすすめって書いてあるから。じゃあ私も便乗して。音が小さいね、ちょっと。どうしたらいいのこれ。わからない。マスターボリュームマックスなんだけど。マックスになったら大きい。結構全然大きくないの。なんで。耳が遠くなったかな。俺らはまだ生きている。大半は生還し、数ヶ月間分の燃料を手に入れた。戦術コンピューター的には作戦は成功だが、これ以上燃料のために犠牲は出せない。むしろ今後のためにどこかで人員を補充する必要がある。サラ、2時間前に急な信号が届いたわ。物語もよくわかんないしね、なんか。これ今 音だけ。うん、この信号は音だけでお楽しみください。どのクルーズにも乗ってない。 IMC の罠の可能性もある。だからまずはあなたたちに確認してもらいたいの。もし入植者を助けることができれば味方になってくれるはずよ。幸運を祈って。拡張マガジン。拡張マガジンはさ、スペクターをさ25体倒さないとさもらえないんだよね。うん、俺最初から持ってるよ。
イラ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 。イラ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 。イラ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 。なんか知んないけど。あったんだよね。いいね。うん。羨ましいとか思わないけど、楽しいけどね。あ、チャレンジが？全然楽しくない。だってあの、なんだっけ、あのロボット？なんだっけ？スペクター。うん、スペクター、うん。なかなか出なかったじゃん。あのね、そのロボット工場じゃない。スペクター出ないんだよね。うん。今これやってんのって何？ゲーム。いや、チームデスマッチ。これは消耗戦だからチームデスマッチだね。何か物語に沿ってやってるのこれ。うん、物語に沿ってやってるのこれ。あ、そうなんだ。うん。あ、俺のキャンペーンのやつあれ。ミリシア側ってやつ今度。そう、次はね。やってんの。あ、やってんのね。敵対する。このミリシアのコロニーはスペクターいっぱい出てきますよ。コロニーはいっぱい出てくるってスペクターが。今度音が大きすぎじゃん。コロニーってどこ？ここ今。あ、これか。本当だ。遊覧信号は4時間前のものだ。ドラゴンが来るしかわからない。自分の題名的に。あと人造人間。スレッツ何が見える？タワーのそばに何かある？何もない。タワーは放棄されたようだ。通りには入植者の死体があるが、他には何もない。了解。パイロット、ここで何があったか確かめて。何もさ、何の南門で合流しましょう。何の、なんていうの。ちょっと待って、どれ。知識がないからさ。今これ。なんか自分で悲しくなる。始末書を発砲。はーい。はい、頑張れ頑張れ。パイロット、救助活動はおしまいよ。うわー、エイムが、エイムが、エイムが。救難ビーコンのログにアクセスして何が起きたのか知りたいわ。お腹すいた。ああ、ぼーっとしちゃった。お茶目だな。なんかさ、音ちっちゃいんだけど、どうしたらいいのこれ、たけし。わかりません。これ上いるの？いや、本当に音がちっちゃいんだけど。なんか音がちっちゃすぎて何も聞こえないんだけど。タイタン乗ります。オッケーだよ。乗りますが、できればタイタンは一緒の時に乗りたい。じゃあ一緒に乗ろう。いいよ。トゥーマンね、トゥーマン、トゥーマン。トゥーマンセル？トゥーマン。トゥーマンセル。今どこいるの？ここだよ。どこいるの？あー、向こうのがタイタン出てる数多いんだね。ハサミ撃ちだ。これ無理でしょう。タイタンをやっぱりカバで出されるときついですな。敵味方。上に行った気がするよ。避けられた。
あれされてる、乗られてる。ロデオだ。どこいんの。やった。ナイスでーす。ちょっと俺の、あれどこ行った。俺のタイタンどこ行った。タケタンはやられちゃったよ。嘘。マジマジ上いるんじゃねえの。なんか音ちっちゃいんだよね。どうしたらいいんですかこれ。危ない。ああまたまたボーッとしちゃった。勝手に出んのかなと思って。いや全然なんか無理なんだ、なんかな、上手にいかないんだけど、どうしたらいい。いやどうしよう。スペクターやった。まあ気にしないけど。タケシ上にいるよ。タイタンの発進準備ができた。呼び出して。さあ、ID を特定した。おかしいな。15年前からの記憶が一切ない。はっきり言いなさい。時間がないわ。マクアランだ。俺が新人の頃から伝説。タイタン出すよ。味方が今2対1かな。3対3。あ、間違えた。なんかね、あの、うん、すぐ出てくるのかなと。上がって上がって、決まって決まって、さっきは残った。いいぞパイロット、追い払ったぞ。奴らを絶対逃がすな。スペクタスペクターって硬いよね。やたら発信源を特定した。回線は空いてる。誰が通信してるの。名乗りなさい。名前だとどうでもいい。お前たちのせいであいつらに見つかったんだぞ。ミリシャメ、戦争は嫌だと言ったのに巻き込むつもりか。犠牲になるのは民間人だぞ。救難信号に呼ばれてきたのよ。いいから早く名乗りなさい。こちらはマクアラン、元 IMC 所属だ。助けが必要だ。今すぐ来てくれ。こっちには避難が必要な生存者がいる。まだ IMC 司令部。あそこだ。あそこだ。頑張れ。足がもうダメだ。足がもうもつれてる。我々は兵士だ。いつまで夢を見続けるんだ。みんな来てる。もう目覚めたさ、このクソ野郎。まあ爽快感はあるけど、立ち回りが全くわからない。ミニマップを見る余裕がない。その飛び移らないといけない場所を探してって。なんかあれだね、でもこういう浮遊感とか楽しいね。うん、
好きだよ。うん、知ってる。俺も好きだよ。うん、気持ち悪い、なんか行くごめんなさい今ね、そういえばね、 SMG 使ったんだけど、やっぱりレートが高いからなのかな、打ち勝てやすいっていう感じ。カービンはね、中距離長距離だよね。長距離を当てるの難しいよね、これ飛び跳ねっから。カービン、うん、カービンだってバストで打てば絶対長距離いけるじゃん。あ、そっか、あるのか、バーストも選べんのか。選べないよ。選べないの、うん、自分で。そういえばあれ出せなかったな俺、そのなんだっけ、キー設定の、コーヒー飲みたい、なんだっけさっき、はい、できればね。そう、セントアビリティ、そう、できれば。できれば何ですか。うん、何でもない。できれば痩せといきたいなっつって言おうと思った台湾行く前に。台湾じゃねえし。ああ、ハワイアンセンター。そう。ああいいよ別に、そのまんまで。貝殻ビキニで。それはちょっと他の人がちょっとどう対応していいか分かんなくなっちゃうから。お、豚が飼い、豚に心中ならぬっつって飼いだぞっつって。やだな、そんなことさ、陰で言われてたら本当泣きたくなる。プレイヤーを待っています。え、それについて何も答えてくれないの？俺は別にそんなこと思わないよ。誰がどう思うとね、崖の上に着陸しろ。あいつ石積み上げて遊んでる仕事してないよこの人、うん、これだけ積めちゃったみたいな。積んじゃった。その上走っちゃうからね私たちは。うん、棒倒しするかって感じで。オデッセイから情報を引き出すぞ。今から侵入する。準備しろ。あ、これいいね。俺このマップ初めてだよ多分。そうだね、何回も見たでしょここも。見た、あ、見たな、見た見た。消耗戦また。こやで。いやー今のは絶対、もう絶対できてたのにな。いけねえのかよこっち。いけねえのかよもう。もう絶対今勝ってたのになんで。なんかなんでこんな音が聞こえにくいんだろう。なんで。やばいね、やばい、これは申し訳ない、迷惑かけちゃうねこれは。
タイタン出たね、敵の。タイタン出してるからいけるかな。たけしタイタン出る？わかんない。タイタンレディビッシュ、フライトコンピューターとブラックボックスに侵入して、これを起動させる必要がある。あ、電気スモークで死んじゃった。難しいな、電気スモークで避けるって。ユタロウだから電気スモークはダメだぞって。上行けんのかな。一体その通りだビッシュ。あそこを機能停止させれば IMC はフロンティアの足がかりを失う。これが俺たちの戦い方だ。いや、なんかやっぱおかしいこれ。なんか音が片方しか聞こえないんだけど。俺のタイタンどこ？どれ？どれが俺のタイタン？これか。わかんない。たけしタイタンって書いてある。いいレノル。はい、じゃあ一緒に行こう。 AI オフライン。多分敵向こうだからさ。向こう、向こうってどこ、うん、どっちなんだろう。あっちあっち、このこっちこっちこっち。はい、いいよね、こんな身軽だったら。こんな太ってんのに。太ってる？それ敵じゃないの？敵だけど踏んでる。あ、いたいたいた。頑張れー。大丈夫なのか？信用しろ。別に死んだ？必要なものが手に入るまでは持ちこたえてくれ。左側いる？必要なもの？リロード。後ろに来るんじゃない？味方が、うん。味方がさ、乗られた時ってさ、わかるじゃん、なんか。わかんの？うん、そういう時はパンチしてあげると、うん、敵が乗っかっ、敵がね、デュー。たけし、こっちにいるよ、敵。はい。あ、タイタンいるよ。上手だね。終わっちゃったよ。やった？あ、ほら、乗られてるでしょ。誰が？これは。やった？うん、今乗られてたんだけど。見た見た。うん、あの時は近くにいてパンチしてあげる。うん、上見てるよ。来た。いや、やだ。頑張れ頑張れ。ナイス。ダメージ怖い。じゃあ向こう行こう、うん、こっち行こう。さっきの道からなんか敵が来た。
あいつ足速いから、うん、追いかけるよ。うん、追いかけて。あ、落ちてきたね、見て見て、うん、勝利。これをこうやってスモーク張って、ついさっきアップロードしたんだ。反撃できるチャンスかもしれない。1キルしかしてないよ。うん、いいと思うよ。欲しがってんの。欲しがるね。さっきの石どこにあんの。ここに砂場いじりしてたやつ。どこだ。グレーブスは以前 IMC を内部から変革することは可能だったんだね。だが現実はこれだ。決めてくれ、マック。次はどこだ。エンジェルシティだ。敵が弱い。どっちもどっちじゃん。勢いがある方が勝てるんだ。勢いなのか、これは。ああやってタイタンがやっぱさ、まとまってる。うん、うん、そうだよね、心強いよね。崩すの、うん、崩すのも大変だよ。一発で死なない。サプレッサーが出ました。使うんですか。いや、サプレッサーって書いてある。使うんですか。やるんすか。だって弱そうだもん、なんかあれが、威力が。デスノートって書いてあるな。閉めると熱い。やっぱりあれだな、音が小さいな。でしょ。なんで音がこんなちっちゃいの。わかんない。クラシック MP、 うん、何にしてる。これマックスになってた。時間がない。マックスでもいいの。優勝者たちは巨大な配線が近くにあるコロニーを見下ろせる丘に隠れているはずだ。詳細はサラからだ。生存者たちを助けるためにドロップシップを用意したわ。タイタンパイロット、あなたたちの任務は IMC を撃退すること。私たちは生存者たちとリーダーマクアランを救助する。彼の最後の肩書きは IMS オデッセイ。一等航海士よ。マクアランは元 IMC 将校のベストパイロットで戦術にも長けていた。奴の仲間を助ければ一緒に IMC と戦うことに同意している。成功させるぞ。二階堂さんっていう人と宮崎葵じゃなくて、うん、宮崎優じゃなくて宮崎葵、宮崎葵っていたっけ、宮崎葵っていたっけ。ねえ、わからないです。あ、またここ。うん、同じマップだよ。うん、戻っちゃったの。敵が抜けたから。あ、抜けたからね。うん、何にした方がいいかな。電気スモークってずっと押してないとダメなの。うん、一回。あれ、ピシュピシュピシュっていう、ピシュ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 。始まんねえ、始まんねえな。
抜けた敵も進まないんじゃないの？ん？抜けちゃった敵も進まないんじゃないの？うん、きっと。でもやっぱりやりたくないんじゃないでしょ。うん。シャッフルされないの？ね、シャッフルされないよね。また石をあれでしょ、崩していくんでしょ。石蹴って。いたぞ。さっきよりピンが高くなってる。マカラ。奴らは理解してない。母艦の一番上に連れて行け。了解。このエリア一帯に兵を配置しろ。生存者が脱出できるよう時間を稼ぐんだ。お腹すいた。おっと。ビッシュ、オデッセイから情報を引き出すぞ。今から侵入する。準備しろ。タケシ大丈夫？いいか、これは消耗戦だぞ。どうしたの？何が今キー設定してる。脱出する時間を稼ぐんだ。よし行け。あ、マクアラの指示に従っているの。早くなった。元 IMC だろよ。そんなやつ信用できるわけないでしょ。てか俺ルート間違ってない？大回りしてるのかな。いいんです、大回りしてもいいんです。違うよ俺。どこいんの？上いんの？うん、上いるけど届かないの？これリス変わったっぽい。ね、リス変わったのかね。変わったんじゃない？よくわかんない。よし、マクアランの仲間を周りの丘から逃がす。いいぞパイロット、続けてくれ。これがチンチンフォールか。これチンチンフォールです。信用しろ。IMC に貸したいんだろ。ならこのデータは必要だ。いるな、この辺。お腹すいた。ナイスです。トイレでちょっと待ち伏せ。いやー、バレてた。ああ。フォーで呼んでタイタンフォール。うん。自分で死んじゃったよ。梱包爆弾で。ある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 だよね。梱包あるある。タイタンは準備万端、呼び出して。あるあるマック、オデッセイとつながった。戦争開始。4
4。その通りだ、ミッシュ。あそこを機能停止させれば、IMC はフロンティアの足がかりを失う。これが俺たちの戦い方だ。パイロットにコントロールを異常。パイロットにコントロールを異常？どういうこと？あ、任せますじゃないの。1212。カバーするぜ。ナイス。右にいるね、リロード中。2人いるから、じゃあ裏から。はいよ、確認した。2人いるんだわ。味方が乗ってるね。うん、乗ってるね。はい、やったかな。はい、やりました。おめでとうございます。ナイス、ナイス。どこ行くね、どこ行く、どこデート行く。その中危ないんじゃない。嫌だね、下降りようか。時代みたいな。かっこいいっしょ、かっこいいっしょ。向こうでタイタンが出るのかね。タイタンが一体やられた。ダメージコア、タイタン出たね今。ダメージコアオンライン。ダメージ出力増加。ついたなぁ。中入るか。やった？こっちではないと思う。やってない。やりに行こうか。サイドワインダーなんかつけてる。あ、出てきてね。やったっぽい。うん、やったね。チェンガーでやった。必要なもの？マフラー、マジで言ってんのかよ。あそこに配備された防護隊だけでもミリシア全艦隊をしのぐ戦力だ。ああ、そうだな。スポット。そうかもなって。あなたが隠れていた間は私たちは戦ってたのよ。今はもう隠れてはいないだろう。出てきた。助けてー。助けたってんのが遅くてごめんね。さっきより違う人の方が助けたくて。タイタンが2分で準備完了よ。すげえ、これ宝の山だ。だが IMC を追い出す、それは無理だ。それは違うぞ、ビシュ。引っかかってる、引っかかってる。俺もグレーブスもそれを知ってる。どうやって。お互いの経験談からだ、ということにしておこう。引っかかってる、引っかかってる。これか。入っちゃった、ごめん。ひどいよ。ナイスよ。生存者は全員脱出して情報も入手できたわ。はい、タケシオッケー。IMCのパイロットでも追ってきて。死んだかな。なぜこの命令を聞く必要があるかだ。
俺らがこの1年で得たものより多くの情報をついさっきアップロードしたんだ。反撃できるチャンスかもしれない。いいで乗る。やったのかな。とどめを刺しに行くぞ俺が。あ、もうやったよ。なんだよ。向こうだよ、脱出されちゃう、されちゃう、脱出されちゃう、はいはい、しゃがまないといけない。 IMC のドロップシップが到着したわ。絶対逃がさないで、はいはい。失敗した。ダメでした。ごめんなさい。決めてくれマック。次はどこだ。そう。エンジェルシティだ。ダメだった。ダメだったね。めっちゃ殴られてる。ですはないけど、キルもあんまりないね。そうだね。可もなく不可もなくみたいなね。うん。バーカーだよ。何バーカーって。バーカーを終え。やばい、あー抜けちゃった敵がね。ダメだね。これ抜けちゃったのか、ただそのはぐれちゃったのか分かんないね。どうなんだろうね、うん、私もよく分かんないけど。発言書発言書って何？発言しよ。チャット。あー、ナイス。何？来たよ。バカを追え、うん、うん、ちょうど続きだね。うん、電気スモークが出せないんだけど。総員に次ぐ。私の名はジェームズ・マクロン。やっぱ気合だよね、そういうのが。多くの命を救ってくれた。本当に感謝している。今度はそういうのは気合だから。気合なのか。気合だから。小さな勝利を挙げたところ、やろ。 IMC の圧倒的な数に総裁され、やっぱりあれかな。デメテルからは奴らの援軍も来る。私は奴らに勝てると信じてるんだけど、これをコントロールした。私はフロンティアのバランスを変えられると信じている。バーカーを探しにエンジェルシティに向かう。古い友人だ。奴もまた同じように IMC の支配は永遠には続かないと考えている。パイロット、出撃の準備をしろ。成功させよう。通信終了。最近アイスの実っていうのを食べてみたんだけど、美味しいねあれ。近くにコンビニがないか。おい。あるよ。あるの？お帰り。カレー。よこ来たよ。あ、来た。うん、よっちゃんもね、帰ればいいのに。900円だもんね。400円減ったらしいよ。お昼ご飯買っちゃったから、もう400円しか。そりゃそうだよね。だから3500円でできるんだっけ。あ、そうだ、昨日まで出せる、うん、そう、セール終わってしまいました。またすぐ近くあるかね。どうだろうね。まあ結構
短い期間でやってるよねセールは。プリカの、うん、380円ぐらいあるだって。いいじゃん、買えるんじゃないの、うん、ね。もうフロンティアにはうんざりだ。早いね。聞いてるか、うん、先に言ったの今。あ、そうなのか。なんか吊るされてるんだよ。知ってるよ。なんか地下に連れてかれちゃうんだよね。それ何回見たことか、この間。そうは見えないかもしれないが、信じてくれ。あいつは必要だ。エリートパイロットだ。あ。よし、ビッシュ。荷物が届くぞ。音楽を始めろ。了解、バックル。全パイロット、安全が確保されるまで、IMC の気を取るぜ。今後。地獄を見せてやれ。頼んだぞ。揺れんな、このタイタン。すげえ。ね、そうだよね。絶対買ってくれるよ。ヘムロック。ヘムロック、3点バーストかなんかじゃなかったっけ？マクアランのチームは下水道を通ってるわ。今のところよくやってる。地上での作戦がうまくいってるみたいね。了解。幸運を祈ろう。買った頃何？いや、なんかちょっとラグすぎんだけどな。たけ、その中いるよね、多分。いるけど、大丈夫？どこに？タイタン乗ったんだな、これ多分。ちゃいまんねん。いないんだな。うまいんだな、これかって。かわいいっしょ。うまいんだな、これかっつって。かわいいっしょ。わお、やられた。スマートピストル。よし、現在戦闘効率 75% だ。まだまだ。すぐ FT をしちゃうな。ナイス。からじゃあ挟み撃ちよ。
あ、ニュークリアにやられた。ニュークリアあるあるだね。爆風に飛び移ろうかなと思ったらボフだっつって、いない、敵がいない、敵こっちか。報告、タイタン準備まで30秒。おお、ニュークリア。いい調子だ。あ、違うわ。終わっちゃった、ね、いっぱい倒してるつもりなんだけどほとんどミニオンなんだね。超いっぱい倒してるよ俺って思った。手応えあり。うん、そう、弾の無駄って感じだったね。じゃあそんなことないよ、全然弾の無駄じゃないんだよ。分かってないよ君はね。これ戦績はこれどれで見んだ？キル記録？お前ら全員くたばっちまえばいいんだ。こっちに必要なのは酒だけだ。楽しい場所を奪いやがって。こいつをよこせ。センチネルへ。これ進んでるの？進んでるけど今度こっちが抜けちゃった。どこに行ってもセンチネルがいるぜ。どうやっ、あはぐれたっぷりね。うん、わかる、この在あの絶望感。あ、またさっきの人が絶望感だよね。そうなの、わかんない。だってまた同じとこやから始めたら嫌だよ。うん、 あセンチネル今度逆に向こういなくなっちゃうね。アイちゃんもゾンビ顔だって。あれ何、 L4D？ L4D じゃないでしょ。あー、あれか、サバイバルのやつか。
は酒だけだ。楽しい場所を奪いやがって。そいつをよこせ。何を企んでやがる。ま、大体想像つくがな。だが、どこに行ってもセンチネルがいるぜ。どうやったって勝ち目はないぜ。待てよ、おい。IMC の超大型ボカを落とすってか。前にやったことがある。操縦の仕方を知らないからだ。移動中の船を撃墜するのは、ボカを落とすのとはわけが違うぞ。だから、動いていない間に破壊するのさ。それでホーネットに。アイス食べたい。ねえ、アイス食べたい。マック、マイクがオンだ。もう聞いたと思うが、これから超大型母艦センチネルを落とす。以上だ。タイタンのパイロットは準備に入れ。なんとか一匹狼か、これ。一匹。一匹狼。この人とさっき、その、あ、そう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 。やり合った。やり合った。うん。あの、面白かった。まあ、ね、サイドアームを俺出した方が、は俺の方が勝ったけど。お互い蹴り合ってさ、うん、うん、スカってさ、お互い、うん、うん、あ、これはもう弾少ないけどハンドガン出した方がいいなと。そういうところはもうなんか COD っぽいね、これね、うん、で、あれでしょ、ドヤ顔でしょ、うん、気持ち悪いね、本当気持ち悪いね。顔面の感じ、うん、そう、そう、ドヤーって、そう、おめえハンドガン出してんじゃねえよって言われそうだけど。え、なんで蹴りの対決なんじゃねえのかって言われそうだけど。スナイパー対決じゃないのっていう感じの人もいるもん、うん、空気読めよって言われちゃうよね。みんなスナイパー使ってんだろうって。なんでフリフォーでお前みんなスナイパーなのにお前だけ、うん、SMG とか、ね、うん、そうそう、 AK 使ってんだよって。出てけって、この部屋から出てけってランクマッチなのに言われちゃうのね。デコイの準備完了。で、あとなんかトリックショットしてるのを邪魔して、送ってくれ、うん、そう、よく怒られちゃうか。ドロップシップこれが合図よ、やって。進んだのこれ。進んでる、進んでる。よかったよかった。何この人。これさ、黒木メイさんに似てない。似てないよ。黒木メイさんがすごい。食いついた、入ったって早いよ。アイターン、アイターン、アイターンレディー、アイターンレディ。アイターンレディ。燃焼基地を片付けて、俺にキャノン砲の遠隔操作をさせてくれ。アイターンレディ。聞こえたら、これはいわゆる中入ってるぞ、もう。IMC 兵を見つけ次第しますし、技術さんがビッシュに信号を送れるようにしろ。はい。どうした、上？上。ハッキングされてる？味方でした。タレット、タレット行くぞ。タレットに張り付くぞ。あ、ねえ、もうこれ最初無理だ。攻撃倒せないよ。ビッシュ、ジャンプドライブを破壊するんだ。今やってる、はい、よし発射する。え、ハッキング中、たけし、ハッキング中、やられました。ボス、また信号が途切れたぞ。やった、いいよ、守るぞ。オッケー、ナイス、味方。ほっ、カチカチ、危ない。ラリパッタ
リバコラリラリラ。こっち行けんのかな。一応行けるんだ、うん、岩場の方。いやーすんげえタイタン出てんなこれ。ミッションタイマー 25% 経過だ。状況は？マクアラン、パイロットの死傷者が増えてるわ。通信妨害だボス。パイロットが敵を掃討しないと技術班が俺に繋げないぞ。パイロット、技術班が攻撃されている状態では敵に繋げない。方のタイタン乗られてたね。できる限り多くの敵を排除しろ。よし、その調子で。いやー、もう戦ってるのよ。信号を再確認して。ここだったけど。通信クリア。キャノンをコントロール。今のうちに撃て。分かった。発射。なんか、あ、スキル3ですとか。ターゲットに効いてるわ。ゼロですよ。俺たちならできる。え、嘘でしょ、飾りでしょ。何が、うん、ヘムロック、またやつ、いいね、ヘムロック3点バースト。半分完了だ。チーム、調子はどうだ。パイロットたちはよくやってくれてるわ。これさ、実績とかないの？特に。いい感じだ。キャノンもまた行けそうだ。さあ行くぞ。向こうにタイタン出てて、すごい向こうでやられちゃってて、いいぞチーム、その調子だ。あの船は今日中に沈めるぞ。あー、どっかからポンポン撃たれてんな。もう一体出てきた。竹、竹タンか、竹スタイタン。やっつけた、ポンポン。ナイス。 AI オフライン、パイロットモード起動。すぐ足の小屋で援護するよ。あ、じゃこっちにいるよ、ほらほら、タイタン、ほら、どこだ。リロード、ナウリローディング。あ、ミッションタイマー 75% 経過だ。調子はいい感じだ。キャノン砲をもう一発撃つぞ。敵と合わない。タイタン、タタタタタタタ、タイタンがほら、敵があれじゃん。後ろにいるじゃん。あ、ナイス。IMC に勝機はない。この戦いが終わるのも時間の問題だ。タイタンの準備万端。呼び出して。いたな、敵が。燃焼基地を制圧し、センチネルは撃沈目標だ。ビッシュ、うん、全力で攻撃しろ。かなり死んだな。これでも。エピロー。
本当によくやってくれた。もう一度基地を乗っけて、乗っけて。メッシュ、こちらマークアランだ。バーカーとはつながってるか。どう、待機中だ。酔わないよ。いい花火だったな、マック。お前の得意技のようだ。できるとは思ってなかっただろう。どっちでもいいけどな。できるとは思っていなかっただろう。バーカー、お前の出番だ。バカって聞こえたよね、今ね。冗談だろ。すげえ仲いいのかなって思って。気持ちはわかる。この世界は誰もが嘘つきになるからな。俺も乗ってるんですけど、かまへんかまへん。ドラゴンが来る。これ今ミリシア側で同じキャンペーンをやってるだけでしょ。その IMC のやつ、うん、全くそうですね。で終わったらあのクリア、キャンペーンクリア、うん、うん、でもう一個あの一番シールド系みたいな、一番あの硬い、硬いの、硬い硬いタイタンもらえる、うん、足遅いけど、うんうん、硬い硬いよってやってるよって来てるよって。ロージージェジェってどういうこと？チャット打ってるけど。ロージージェジェ。横陣早く買いなよ。自分が買ったからって。もう。何が？お金なすが大丈夫。今ってもう6000円600円だっけ？どうだろう、半額だったからそうだね、多分6600円ぐらいかな。そう考えると安いよ本当に。1本でシーズンパスもついてて安いんだもん、それよりもね、安かったのはね。38% になってたよね。37じゃなかった？38 8? でも4900いくらでしょ確か、うん、お手洗い、うん、
そういえ、こちらマクアラン。IMS センチネルが使用できなくなったことで、公式には存在していない場所にジャンプすることができるようになった。ただし、我々をそこに連れて行けるのはバーカーだけだ。ああ、まず言わせてもらうが、こいつはクソみたいなアイデアだ。俺が前働いてた IMC の基地に行きたいのか？俺は自分でそこに行くほどバカじゃない。ジャンプ座標をプロットしてお前たちを飛ばすことはできる。タイタンのパイロット、地上に着いたら上を見ろ。マイマイク？前はな、昔はそいつを使って野生生物を追い払っていた。Xbox で言えばね、ちょっと電話する。お前たちよりはるかにでかいから。これ抜けられんの？バーにいるからな。すぐ多分終わると思うけど。どうやって抜けるの？やめるってやつか。ロビーから抜けるか。一瞬抜けるね。ちょっと待ってね。一人じゃ戦えない。ミュート、ちょっと待って、ミュート。いつだろうね、タイタンとか。あれは買わなかった。 BF は買わなかったよ。ダメだ、かけ直したら今度繋がらない。ほんと？うん、いいや。多分、途中で、途中参加でできんのかな。送れるか、うん、わかんない。ちょっと送ってみて。どっからこれ誘えるんだろうね。フレンドを招待する。プライベートロビーになってから今。お、3ワンマーク、うん、違う、なんだっけ、シフトだっけ。で、ダメでした。これからゲームに参加すればいいのか。いけた、できた。うん、ドラゴンが来る。うん、入れた。うん、あ、連れてかれちゃった。どっちかわかんないけど。はえー、これ最初ね、日本語がね、おかしかったんだよね、日本語字幕が。いいか、今回の目標は拠点の制圧だ。可能な限り味方だね。拠点を制圧して回線をつなげろ。あとは任せてくれ。もうあとそのフレームレート、うん、がすごい ひどかったの最初。ガクガクしてて。あー、フレームレートあるあるだねっつって。 A、 これで拠点ブラボーを確保だ。味方の拠点アルファが落ちた。繋がらない。 B、 誰か現地へ向かってくれ。 B、 1人。彼らの能力段違いで見れば。これさ、チャーリーいるとさ、ずっといるとどんどんさ、うん、得点入ってんだけど。どういうこと？ん？チャーリーにいるとずっといると、うん、どんどん点数入ってくるんだけど。そういうもの？ちょっと何言ってるかわかんない。スコアがブラボー入ってる今。入ってる。拠点ブラボーが落ちた。ここは AB が安定かな。タイタン乗れなかった時。いやー、一瞬だな。タイタンが2分で準備完了よ。拠点をリセット。ダウンロード準備中。接続 50%。 タイタン乗れなかった時にやっぱりちょっと不利だよね。
現在全拠点を掌握、これを侵入成功。履歴のダウンロード、システム解析を実行中。現在 25%、ね、ダメージはあるが、チャーリーじゃダメなの。完全に機能していいよ。でもタイタン左側にいたか。今の何？パルス波が飛んできたわよ。弱くなってきてる。リシュ、お前か。チャーリー行ってるよ。少し電源回路がやられてるが、味方ある。敵が。もう一度確認させてくれ。これで拠点アルファを確保した。ナイスアルファ。チャーリー落ちてる。二人ぐらい多分入ってると思うんだ。チャーリーが攻撃されている。うん、ブラボー行ってくる。うん。いってらっしゃい。よし、チャーリーに接近中だ。敵の存在に目を配れ。ブラボーが危ない。ブラボー。ブラボーが落ちた。リード、リングを完遂しろ。タイタンの準備万端、呼び出して。いい調子、アルファを確保。50%。 もう一度パルスを発生させて反響プロファイリングを見ればパルス波の特徴を分析できるはずだ。ああ、お前の言葉を信じるよ。続けてくれ。はい、タイタン。チャーリー入ってんじゃねえの。スイッチがあればそりゃたまんねえだろうな、うん、念のため確認で最後にもう一度フルパワーで行くから、いいな。ブラボーが危ない。うん、そうだよ。ブラボーが落ちた。ね、うん、それでいいんだよ。このままでいいんだ。そのまま。それでいいの。じゃあ無理だ。これは無理だ。よくやった。アルファ確保。ダウンロードも順調だ。ブラボーに行ってこちらとつなげ。バック、データが揃った。通信を確認でもう一度パルスを発生させる。ね、
電話番号やってからスタートするの。必要なものは手に入ったか。ああマック、こいつを探していたんだ。塔のシステムに侵入するのなんてちょろいもんだ。パイロット、私たちの勝利よ。奴らは撤退を開始した。逃がさないで。ダメ？あれ？電話です。もしもし。おいしょ。テクスチャーはミディアムか。オッケースリータワーズ。ソイ、こちらマクアラン。いい知らせだ。探していたものが手に入ったぞ。ゲートウェイとの間に残されている障害はあと一つ。フロンティア最大の IMC 軍団だ。デメテルへの攻撃を成功させるためにはこの空軍基地を破壊しなければならない。詳細はビッシュから。以前と同様に基地は3本の塔で生物の侵入を防いでいる。あの作戦のデータから制圧用デバイスを作成した。アイスピックだ。デメテルでは全艦隊が必要だ。温存しておく必要がある。だが塔を制圧すれば生物どもがあとはやってくれるだろ。塔は隠密部隊に任せることにする。パイロット援護をお願いね。これじゃない。仲間の運命は私たちにかかっているの。ドロップシップに乗って準備してちょうだい。頑張って。戦闘アビリティっていうのがあれかな。クロークとかいつもは送られるんです。コントロールキーを押せないよな。急にすごいでしょ。配信環境ではないよね。めっちゃ家の生活音入るもんか。部屋じゃないからしょうがないんだよね。うん、マイク遠いな、ちょっと。お母さんにも言ってんだけど、ね、普通にフランクに話しかけてくれるから。フランク家族だからな。フランクだよな、そりゃな。プライベートがないんです、私の宇宙は。寝る以外は。え、そうじゃない？トイレは？開けてしてるし。開けてしてる。子供かよ。これは厳しくなりそう。閉めようとしたら、閉めないでって怒るんでしょ。うん、全然。子供みたいに。トイレから出ちゃう。サラ、通信を繋いだぞ。こっちは俺らに任せろ。閉めるぐらいだったら。あ、怖いからね。そんな怖がりかよ。全然。これは消耗戦だぞ。サラがアイスピックを使う間に IMC の奴らを全滅させるんだ。今後パイロット、サラは戦役だ。あ、上がれなかった。今回は俺が担当してやる。
本作戦のタイタン製造は俺が担当する。二日酔いがひどいんだ。あんまり世話焼かせるなよ。バカ、通信しろよ。本当？よかった。ね、壊れてんのかな？危ねえな。ロボットか。本当よく電話かかってくる。敵がいません。F キーを押しちゃった。そうよくあるよ。おい、タイタンあと60秒で準備完了だ。混雑してる。こここれロボットか。ただの上か。行かれた。北部タワーの動作停止。よくやった、サラ。引き続き頼むぞ。あ、こっちからも。OK。レールガンでやる。あ、俺のオートが出てんの？え？俺のオートタイタンが出てんのかな？出てるよ。悪いけど。あ、これか、俺の。知らないうちに押してたの。あなたから私あえ。硬いぞこれ。誰かがさ。走り方って可愛いよね。これはね、下で誰かが言って、あなたはストライダーだから。
どこだ？見えなかった。エミッサン、タイタンが全然いないんだけど。どこにいるの？フィッシュ、東部タワーをアイスピックしたけど、仲間は全員やられて、私も聞き手が使用できないわ。まだ動けるか？どこ？脱出できるか？やっつけた。メインタワーへの通路はダメ。封鎖されてて行くのは無理よ。カラ、飛行場の座標を送る。そこからなら追跡も負けるだろう。何か。アクセスコントロールにアイスピックを仕掛けることができれば、最後の塔を破壊するチャンスもまだあるはずだ。うん。妖怪予備中。これから地上に向かうわ。撤退用にクローを待機させて。うん。IMC の担当を狩るんだ。うん。うん。フィッシュ、飛行場に着いたわ。どうすればいい？戦闘機の発進コントロールを探せ。アイスピックでシステムを遠隔起動する。乗る乗る。わかったわ。死んじゃった？あ、死んだ。私はヘリに乗って脱出するわ。グッドラック。できるのか、フィッシュ。やばい。残り時間次第だ。だがなんとかなりそうだ、マック。ファイターは準備万端だ。用意ができたら呼び出せ。壊れちゃった？はい、梱包爆弾あるんじゃんね。うん。右左へ。ファックスがね。ファックスができないです。ファックス？うん、壊れちゃったのかなって。うん。ミッションはもうすぐ終わりだが、接戦だと気を抜くな。いい。コントロールパイロット炎上。できなかった？できた。でもファックスはこれなの？死んじゃった。お。ね、もうだって。みんな気をつけろ。うん。全タワーを破壊。繰り返す。全タワーを破壊。原生生物の襲撃に備えろ。奴らはミリシアも IMC も関係ない。よくやった。1時間以内にデメテルへ向かう。これからがメインイベントだ。マクアラン通信終了。選手、IMC とつないでくれ。聞こえるか、グレムス。ね、覚悟はできているか。全面攻勢だ。こんな結末は本意じゃないが。お前が IMC を裏切ってから15年、多くのことが変わった。マクアラン、今度は逃がさんぞ。本当に IMC を変えることはできたか、ね、もうでも遅れたんだったらなんか下手なことしない方がいい。ただの社畜になり下がったか。とても変革には思えないな。ならばこの戦いで決着をつけよう。誰が正しく、誰が死ぬべきか。ファックスを送るときは最初さ、何にも通話とかをさずに番号をしてからスタートだもんね。何回も送ってるもんね。私いつもほら、粉でも自分で送ったし。うん、だよね。お前が送ってるもんな。
ギリギリ逆転したんだね今ね。逆転したんだね。うん、何も見てなかった。パイロット、全ての戦いと全ての犠牲が我々を今日という日に導いた。ミリシアの前線がデメテル攻略に向けて準備中だ。これはフロンティアとコアシステムをつなぐ IMC の燃料補給所だ。再現のない増援部隊の源でもある。パイロット、デメテルの基地の攻略はお前たちにかかっている。まさかまたこいつに乗ることになる。うん、とはいえこれで やめとく一旦。いや、この後最後だから、あと2つだから。それやって、うん、やってから連鎖反応を起こす。IMC の歩兵との戦闘はお前たちに任せる。地上戦で勝利を挙げられれば歴史の流れを変えることができるだろう。パイロット、タイタンフォールに備えよう。通信終了。スタートボタン。ポスト入る。そっか、SMG 今使ってんだな。うん、ちょっと変えてみようか。パイロットローダーと、右だ。ビート、ここから出してくれ。ジャンプの計算がまだ終わっていません。遅いからやれ、やるんだ。今すぐに早くしろ、早く。ジャンプまで3、2、1。まずジェーム、やったぞ。リアクター5に向かっている。衝撃に備えろ。ジャンプするんだ。ジャンプ。こういう時はジャンプしてる。これ。こういう時は落ち着いてる。今そちらに向かっている。どうした？落ちた。今すぐここから移動するんだ。俺と一緒に来い。おい、マカロンだ。マカロンだ。マカランが体を張ってくれて。誰？マカラン。マカラン。よく知らない。これは拠点戦だ。拠点アルファ、ブラボ、チャーリーを制圧して、リアクターをオーバーロードさせ、デメタルを破壊しろ。成功すれば、IOC は援軍を送るのに数年かかるようになる。拠点ブラボを占領した。下がってる。よし、ブラボー
ラボに接近中だ。敵の存在に目を配れ。スマートピストルか。嘘と思った。なんでかわからないけど、拠点からリアクターにあまり電気が流れてないわ。艦隊はもうボロボロだし、作戦を中止した方がいいんじゃない。ここまで来たからには最後までやり遂げろ。マク、サラの言う通りだ。リアクターの守りは想定していたよりもはるかに厳重だ。今地上にいるパイロットではうまくいかないだろう。諦めるな、パイロット。もう少し時間を稼ぐために拠点の守りを固めてくれ。なんとかしてみせる。またスマートピストルにやられた。チクショ。いいよ、悔しがることはいいことだよ。ねえ、俺も、これで悔しがってないからさ、いや、これダメだな。タイタン準備まで15秒。よくわかんない。悔しがることはいいことだと俺も思う。これで拠点アルファを確保した。上いるの？やったみたいだね。チャーリーが。よし、チャーリーに接近中だ。敵の存在に目を配れ。やった？はい。 25% 上にいる艦隊もこれ以上は持たないわ。何かするつもりなら急いでちょうだい。ビッシュ、おい、聞こえるか？何か方法はないのか？マック、手動でオーバーロードできれば、奴らがリアクターを停止したとしてもなんとかなるはずだ。ただ、どのタイタンでも放射線からは守ることはできない。それは自分で何とかする。諦めるわけにはいかない。まだだ。パイロット、お前たちはよくやってる。そのまま攻撃しろ。通信終了。よし、アルファに接近中だ。敵の存在に目を配れ。アケボンタイタン頑張ってる。オートでね。タイタンに夢中になってさ、こり来ないよね。半分だ。ほぼ歩兵じゃないと来れないような場所。 IMC にリアクターを止められるぞ。サラ、ビッシュ、やったぞ。艦隊を脱出させろ。取ったっぽい。何を言ってるの、マクアラン。ねえ、応答して。もう一度彼を呼び出して、早く。いい、頑張れ。まだ通信中だ。俺らとじゃない。傍受してみる。目を覚ますんだ、マーカス。15年前、あんたは俺を止めずに見逃して船を譲ってくれただろ。救助、ヤツを射程に捉えました。後を追います。スタンバイ。発砲をするな。冷却剤回路を破壊したら取り返しがつかない。肉弾戦だけにしろ。行け。あー、ショットだ。はい、喜んで。一人死ぬつもりなのよ。チャーリーが落ちた。フォローモード起動。よし、チャーリーに接近中だ。敵の存在に目を配れ。行け行け。行けた？まだ。プロトコル回避。圧力上昇中。待機しろ。来た。頑張れ。やった。いいぞ、全拠点を抑えた。オートタイタンが敵パイロットと交戦中。オートタイタンを呼びたいときどうしてやるの。発生してるわ。接続してちょうだい。わかんない。あ、来た。矢印動かした。おい、マジかおかしいのか。一体何をしてるんだ。コントロールをパイロットへ移動。救助、マクアランがリアクター室に入り鍵をかけました。数分で死に至るでしょう。もう放射性物質から逃げられません。ブラボー、入るよ。お前にできることはもうない。船に戻って脱出しろ。マーカス、リアクターをパルス爆発するようにセットした。システムに組み込まれている冷却装置を使っても手遅れだろう。脱出全点に冷
2回目チャーリー行ってるね。リアクターが危険な状態よ。そちらに避難艇を送るから、マクアラを探したって早く逃げて。ダメだ。艦隊、こちらマクアラ。ここ脱出がないか出す。手動でリアクターをオーバーロードさせることに成功した。できるだけ早く脱出してくれ。地上部隊を待つ必要はない。繰り返す。直ちに脱出するんだ。マーカス、彼らは元 IMC の私を信用してくれた。私が死んだ後のことは任せた。15年前にお前は言ってくれた。オデッセイの甲板で船を持っている。今度はこちらの番ということだ。わかんない。下にパイロット、こちらマクアラン。まだ地上に残っていたら聞いてくれ。共に戦えたことを誇りに思う。パルス、本日フロンティアで IMC のデメテルの港がミリシアの襲撃を受けました。詳細は不明ですが、この戦闘で周辺にある燃料スマートピストル強いと思うんだけど、やっぱり使うと距離があれなのかな。その中には近くないと。反逆者のジェームズ・マクアランも IMC の最高幹部。じゃあな、マクアラン。この戦いに関与したとみられる数名の高官と未だ連絡が取れておらず、マーカス・グレーブズ中将も現在行方不明となっています。ピーって言ってパッパンパンって打ってくれる。あれサプレッサーつけて、うん、でカードをバンカードでゴースト分隊っていうのをつけて、それってクロークずーっとしてんのね。発砲以外は全てずっとクロークらしいの、ね。なるほど、それやってた。さっきその人は、うんうん、それは感心しない。あ、実力じゃないし。いや、まあ、いいんだけど、うん、あ、いいんだよ、全然いいんだよ、うん、でも自分的には、まあ、クソってなったから、クソってなったのは俺タイタンホールでそれが初めてだった。うん、だって違う方向向いてて弾がこっち飛んできてるみたいで、うん、だったのね、やられた時は。あの、何使ってもいいけど関心はしないのは私の、私は考えが寄っているから、うんうん。ショットガンってどれ？ショットガン、これか。エヴァってやつ、強いの。弱くなっちゃったの、うん、今。いや、威力強いんじゃない。あれはこれできないけどね、うん。あ、ヘムロックっていうのもアサルトなんだ。うん、うーん、まあいいや、とりあえずキャンペーン終わってからじっくり考えよう。そうだね、うん。え、もう一回やんのこれ。パイロット、本当だ。なんで全ての戦いと全ての犠牲が我々を今日という。勝ったじゃん、だってさっきミリシアの戦線がデメテルの攻略に向けて準備中だ。これはフロンティアとコアシステムを操る IMC の燃料補給所だ。再現のない造園部隊の源でもある。パイロット、デメテルの基地の攻略はお前たちにかかっている。まさかまたこいつに乗ることになるとは。とはいえお前たちだけに行かせるわけにはいかないからな。サラの隠密部隊は自分が直接指揮を取る。 IMC 側の燃料電池に連鎖反応を起こす。IMC の歩兵との戦闘はお前たちに任せる。地上戦で勝利を挙げられれば歴史の流れを変えることができるだろう。パイロット、タイタンフォールに備えよう。通信終了。
ああ、オルトキーを押せばいつでも壁から離れることができるって。長いね。うん。お腹すいた。これしか言えてないね。うん。衝撃に備えろ。みんな耐えるんだ。右だ。いいぞ、ここから出してくれ。ジャンプの計算がまだ終わっていません。遅いからやれ。やるんだ。今すぐに早くしろ。早くジャンプまで3 2 1。ジレム、やったぞ。リアクター5に向かっている。衝撃に備えろ。何回こんな何回こんな痛い思いしたらいいの。すぐここから移動するんだ。俺と一緒に来い。はい、分かるんだ。これは拠点戦だ。拠点アルファ、ブラボ、チャーリーを制圧してリアクターをオーバーロードさせ、レメタルを破壊しろ。成功すればIMC は援軍を送るのに数年かかるようになる。これで拠点ブラボー確保だ。いい滑り出しだ。あー、 B に4人。よし、アルファに接近中だ。敵の存在に目を配れ。ブラボーが危ない。この間にエトリーか。よし、アルファに接近中だ。敵の存在に目を配れ。シャッカンいるね。報告、タイタン準備まで30秒。なんでかわからないけど、拠点からリアクターにあまり電気が流れてないわ。艦隊はもうボロボロだし、作戦を中止した方がいいんじゃない？ここまで来たからには最後までやり遂げろ。ちょっとマク、サラの言う通りだ。ちょっとリアクターの守りは想定していたよりもはるかに厳重だ。今地上にいるパイロットではうまくいかないだろう。諦めるな、パイロット。もう少し時間を稼ぐために拠点の守りを固めてくれ。何とかしてみせる。これでどこ行くだろう。間にロビー行こう。B タイタン1体ぐらいいるから 25% だ。今のところは多少リードしてるが、畳みかける時間はまだあるぞ。拠点ブラボーがやられそうだ。可能なら助けに行ってくれ。気をつけろ。これを確保したらさらに敵がそっちに向かってるようだ。
ナイス。頑張れ。ああ。挟まれた。上にいる艦隊もこれ以上は持たないわ。何かするつもりなら急いでちょうだい。ミッシュ、おい聞こえるか？何か方法はないのか？マック、手動でオーバーロードできれば、奴らがリアクターを停止したとしても、なんとかなるはずだ。いいとこか、頑張って。どのタイタンでも、放射線からは守ることはできない。それは自分で何とかする。諦めるわけにはいかない。まだだ。パイロット、お前たちはよくやってる。そのまま攻撃しろ。通信終了。ポトのブラボン。無理だこれ。 B は無理。タイタンめっちゃおる。タイタン3体いる。パイロットへコントロールを異常。いい調子だ。おお、うまい。やったぜ。よし、アルファに接近中だ。敵の存在に目を配れ。いやアルファいけるかな。これで拠点チャーリーを確保した。ナイス。ミッシュ、やったぞ。艦隊を脱出させろ。何を言ってるの、マクアラン。ねえ、応答して。もう一度彼を呼び出して、早く。まだ通信中だ。俺らとじゃない、傍受してみる。はい。目を覚ますんだ、マーカス。15年前、あんたは俺を止めずに見逃して船を譲ってくれただろう。ナイス。救助、ヤツを射程に捉えました。後を追います。発砲をするな。冷却剤回路を破壊したら取り返しがつかない。やられた。これ何、これトリプルスレッド。トリプルスレッドって、はい、爆弾。死ぬつもりなのよ。あいつ、あの人が持ってるやつ。タイタンが持ってる武器。チャーリー。トリプルスレッドってあのね、弾みたいなのがいっぱい出てくる。守んないと A か B 厳しいよね。勝ってるよ。うん、止まった。ブラボー。ブラボー取った。ナイス。
シャーリー来るだろう。これ安全プロトコル解除。タイタンの発進準備ができた。呼び出して。現在 75% 作業員は今すぐ。ブラボー、多分タイタン4体来てるよ。いい調子だ。だったらシート取った方がいいね。助けに行ってくれ。ああ、ビッシュ、リアクターでスパイクが発生してるわ。接続してちょうだい。おい、マック、おかしいのか？一体何をしてるんだ？中将、マクアランがリアクター室に入り、鍵をかけました。数分で死に至るでしょう。あ、自分でやっちゃった。もう放射性物質から逃げられません。お前にできることはもうない。船に戻って脱出しろ。マーカス、リアクターをパルス爆発するようにセットした。システムに組み込まれている冷却装置を使っても手遅れだろう。前線に連絡。リアクターが危険な状態よ。船員を回収する準備をしてちょうだい。あ、もうやけど。勝ったかな。もうちょいだ。ね、あと。タイタン準備完了。取った方がいいね。よし、C もだ。C してくるね。うん。いや、味方気づいてないの？ C 取られてるって。こっちから来たんでしょ？取った。そちらのエリアの圧力を上昇させる。ナイス。やばい、やられる。頑張れ、頑張って。 B いらないよね。タイタン多いとすると B は無理かなって感じ。 B 入ってるよ、ガチガチ。うん、だからアルファでいいんだよね、取るんだったら。アルファが落ちた。ならない、誰か現地へ向かってくれ。あ、仲間入ってきた。早く。いやー、これもうちょい、もうちょい、もうちょい。6、7。ブラボ入る。入ろっか。と、勝った。マジナイス。リアクターが危険な状態よ。そちらに避難艇を送るから、マクアランを探し出して早く逃げて。ダメだ。艦隊へ、こちらマクアラン。手動でリアクターをオーバーロードさせることに成功した。できるだけ早く脱出してくれ。地上部隊を待つ必要はない。繰り返す、直ちに脱出するんだ。マーカス、彼らは元 IMC の私を信用してくれた。私が死んだ後のことは任せた。15年前にお前は言ってくれた。オデッセイの甲板で船を持っていけと。今度はこちらの番ということだ。よかったね。危なかったよ。こちらマクアラン。まだ地上に残っていた。人数差すごかったからね。2人3人ぐらい。2人でもやっぱりね、タイタンきつい。B 取る。ブラボーになってタイタン3匹ぐらいいたもん。本日フロンティアで IMC のデメテルの港がミリシアの襲撃を受けました。詳細は不明ですが、この戦闘で周辺にある燃料補給施設が大きな被害を受けた可能性があります。多数の犠牲者が報告されており、その中には行方不明とされていた次反逆者のジェームズ・マクアランも、IMC の最高幹部。じゃあな、マクアラン。この戦いに関与したとみられる数名の高官と未だ連絡が取れておらず、マーカス・グレーブズ中将も現在行方不明となっています。かわいい。かわいいしょ。何が？何が？今の声かわいかったし。どうも。デメテルの破壊により、
IMC の増援は数年をかけなければフロンティアにたどり着けない。私たちの協力者が増え続ける中、スナイパーライフル難しいんでしょ。スナイパーは難しい。かつての敵と一緒に戦うことに警戒心を抱くのもわかる。どれがいい？アサルト、カービンだったら。戦場司令官のグレーブズよ。G2 ってやつ。これは戦争だ。あ、そう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 。ミリシアはゲリラじゃない。使ってみよう。逃げる必要はないし、隠れる理由もない。正面から戦うだけだ。マッチトリガーって何これ？マッチトリガーは素早い射撃ができると。あ、これはつけてる。マッチトリガーダメだったんだよな。装備を確認しておけ。通信終了。俺はだってあれだもんね、マウスだもんね。通常品。私もマウスだよ。嘘。うん。やっと最後だよ。やったね。本当にやったね。やった、ここまで来た。ここまで来た。長かった、今日2周したんだね、一人で。一人で1周して、2人で2周したね。うん、やったね。無視？いや、この後なんかあるんじゃないの？でも。なんだろうね。なんだ、いや、いいんだけど、パートポータルでも。なんかさ、勝った、うん、負けた理由だったり、勝った理由っていうのが、あんまり分かんないよね、うん、これ。ロボットが多くて、周りに。関係ないわ、あいつら。勝つための戦略、戦略というか、どうやったら勝てる。有利に運べるかとかさ、うん、どこがダメだったとか分かんない。じゃあそれで、奴らには無限に補給されるスペクター部隊がいる。何としてもこれを止めなければ。いいなぁ、いいな、ポン酢、ポン酢美味しいよ。知らないけど。チャーリー行くよ俺。IMC がスペクターを起動するのを防げる。施設の機能は俺が起爆に成功すれば停止させられる。私は A 行く。いい。A。A。警告。参加者拠点ブラボを占領した。イリシア大陸をハードウェアプロフィール。ハードウェアプロフィール。製造ラインを停止します。え、3つ2つか、悪くないな。3つ目もいただくとしようぜ。今から私はもう鬼になる。鬼になれない。来てる。ビビ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 。いいよ、カバーする。ナイス。いいよ。どっから来てる？倒さないとだって私。チャーリー。カトマが。おお。IMC のプライベートチャンネルと通信回線をつなげ。いいよ、そこに立ってるスペクター、いいよ。君に言う必要があるのか。まあ、脱出できれば、はい。あらぬ誤解を招かぬために君にも言っておこう。向こう側にはもう本物の人間がほとんどいないからだ。了解です。オープン回線を開きます。これ勝っても負けてもでも最初クリアなんでしょ。そうだよ。拠点を無力化。メインフレームへのアクセス準備をする。ぶっちゃけもういいんだけどね、勝てなくても。いいぞ、セクションを閉鎖。あ、自分で死んじゃった。拠点のセクターを起動、支援させる。うわぁ、マジで？もう。ええ。はい。タイタンがあと60秒。よし、アルファに接近中だ。敵の存在に目を配れ。ナイス。ハットトリックだ。メインフレーム、バイパス 50%。
ザー倒したいな。よっしゃ、この拠点は確保した。だが近くに敵の反応がある。奴らをターミナルに近づく。現在エリア内の敵セクターを無力化中。ブリスク、こちらグレーブス、聞こえるか。優秀だな、足取る人は。戦争を終わらせたい。そうか、ならもっと戦え。ならもっと戦え。戦争を終わらせる一番手っ取り早い方法は敵を一人残らず倒すこと。いる？いないけど、タイタンが一匹。侵入した。範囲内の敵スペクターを停止させるまで通信を保て。よし、ここのメインフレームにアクセスできた。エリア内のスペクターを支援に回す。よし、このセクションをコントロール、拠点を無力化。メインフレームへのアクセス準備をする。これで拠点チャーリーを確保した。一人一人。オッケー。よし、全3拠点を制圧。この調子ならこの金属の化け物どもを一匹残らず自爆させてやる。もう一人来た。 C に多いね。まあ C からブラボーは流れてくるのかな。これそうだね。でもまあチャーリーがオフラインになった。全ユニット直ちにチャーリーを奪還してくれ。よっしゃ、 B 流れてくるから B 守れる。守れるよ。足手出しとく。うん、ちょめちょめっつって。最高だったぞ。現在エリア内の敵スペクターを無力化中。ちょめちょめっつって。俺もチャーリー入ってる。気をつけろ、拠点を確保したらさらに敵がそっちに向かってるようだ。タイタンの発進準備ができた。呼び出して。アルファが危ない。ブラボを守った。ありがとう。ブラボを確保。ミッキーパーティー。アルファが落ちた。製造ラインを停止します。タイタン来た。うん。お互いにいがみ合う必要はなかろう。敵は機械でもいいではないか。シンも取られてるか。B は別に。あればいいけど、ああやって撃たれちゃうとなんかね。違うな。俺を殺せばお前が上、俺が殺せば俺が上だ。電気スモークで死んだのか。了解、タイタンフォールスタンバイ。よし、拠点アルファは真正面だ。建物の中でターミナルを見つけろ。こちらから接続できるように侵入した。範囲内の敵スペクターを停止させるまで通信を保て。ちょっと A のあの任せてください。スペクターは、うん、やってよ。スペクターは範囲内の敵スペクターを停止させるまで通信を倒せ。ドヤ顔じゃなくて私に。あ、くれってこと。よし、ここのメインフレームにアクセスできた。やったよ。エリア内のスペクターを支援に回す。ブラボーが攻撃されている。ブラボーのスペクター食べてくる。よし、ブラボーに接近中だ。敵の拠点を無力化。メインフレームへのアクセス準備をする。アイタンが一匹いた。アイタン、アイタン、アイタンがいた。オートタイタンが敵タイタンと交戦中。よし、ブラボーに接近中だ。敵の存在に目を配れ。違う、私はタイタンがやり、スペクターでだけでいいんです。拠点アルファが攻撃されているぞ。急行して敵を阻止しろ。何匹できてんだろう。チャーリーを確保。味方チームが拠点チャーリーを確保した。あーは、あーだってスペクター。拠点ブラボーが落ちた。現地へ行って繋いでくれ。スペクターが欲しいよ。チャーリー危ない。
報告、タイタン準備まで30秒。いやー、チャーリーが落ちた。ブラボーが落ちた。あー、2人いるし、いいから。タイタン準備まで15秒。よし、ブラボーに接近中だ。敵の存在に目を配れ。25体ぐらいやったかな。お前は機械と共に戦っているが、奴らに信念はない、忠誠心もない。忠実なのは操縦者に対してだけ。何が忠誠心だ。その口がほざいてる、この裏切り者。結局のところ、感情のない機械。お前のような金目当てで戦う奴が相手なら我々の勝ちだ。お前とならタダで戦ってやるさ。じきに戦場で会おうじゃないか。よし、ここのメインフレームにアクセスできた。エリア内のスペクターを支援に回す。よし、その調子で行くんだ。あ、逆転されちゃった。ブラボーが危ない。あー、クソ。ブラボー。これね、タイタンがね、いるから。侵入した。範囲内の敵スペクターを停止させるまで通信を保て。タイタンの発電準備ができた。呼び出して。よし、アルファに接近中だ。敵の存在に目を配れ。あれ、これすげえ、この加減に隠れてる。現在エリア内の敵スペクターを無力化中。メインフレーム、バイパス 50%。 出たかな、タイタン。じゃないや、ミニオン。よっしゃ、この拠点は確保した。だが近くに敵の反応がある。やつらをターミナルに近づけるな。あ、いける。タイタンが破壊されたわ。すぐに新しいのを用意する。ただ、メインフレームが破壊された。残りのスペクターは奴らの制御下だ。味方を退避させろ。命令を確認。これいける。スペクターやりたい放題やで、これ。ああ、やっつかないです。死なないです。死なないです。死なないです。そこが接続点よ。船が到着するまで死なないでね。やつらにリを解こうとしても無駄よ、グレープ。私もやつらの側にいた。やってみる価値はある。行けたかな。すごい、スペクターが頑張ってる。もうちょっとしてる。デス14しちゃった。ああ、戦いは始まったばかりだ。いいんじゃない。だがここに来て初めて勝利の希望が見えた。こちらジェームズ・マクワラン。これを聞いて。俺はもう死んでいる。いいんじゃない。俺はもう死んでいる。俺たちの時だ。そして今、俺はもう死んでいるだって。毎日のようにIMC の駐屯軍は反乱に倒れることになるだろう。増援要請に応える者もいない。IMC の脅威は未だに拭い去ることはできないが、日を追うごとに我々の大義への同調者は増え続けている。うん、まあいい試合だったと思うよ。それを守るために戦う。うん、スペクターばっかと。これでなんか出るんだ、実績みたいなもん。実績というかタイタン、うん、オーガ、オーガ。ちょっとしたエンディングみたいなの出るのかな。
よくやったパイロット、君はタイタンフォールのマルチプレイヤーキャンペキャンペ挑戦した。ここら辺がちょっと二流っぽいよね二流ゲームっぽいよね。オーガいいぞ。ハモンドロボット社製の800ポンドの怪物オーガ級タイタンをアンロックした。だって走り回る必要はないだろう。だってそうだね、うん、硬いからね、うん、結構かっこいいぞ。もうライフル全然進まなかった。20、21体、あと4体。とりあえずお疲れ様。お疲れ様。なかなかレベル上がんねえな。愛ちゃんが やるとすごく上がってる感じなんだけど。なんでだろうね。愛ちゃんすごい上がってるよね。上がったね。だって今日これまだ1日目というか、ね、そうだよね。2週しただけなのに。そうだよね。でもこれぐらいのペースでポンポン上がるといいね。これがさ、なんか2週3週ってしていくとさ、早いんだよね。あのダブルポイント行ったね。うん、どん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 こう、うんうん、メインメニューに戻ります。アイス買ってくる。パイ飲み、うん、パイの実じゃないよ、アイスの実。休憩。うん、うん、ご飯も食べてくるよ。分かった、お疲れ、うん、お疲れ様。あ、またね。消しちゃった。うん、またね。ありがとうございました。はい。